ジョセフ・エドワード・マッカーシー・ジュニアは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州、ラッカワナ・クンス・クラントン出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のサンフランシスコ・ジャイアンツ参加所属。2015年の MLB ドラフト5巡目で、タンパベレーズに指名され、プロ入り。契約後、A-9 ハドソン・バレー・レネゲーズで、プロデビューし、49試合に出場した。2016年は、 AQ ボーリンググリーンホットロッツでプレーし、6月に AQ シャーロットストーンクラブズに昇格。2チームで合計104試合に出場し打率。285、8本塁打、60打減、19盗塁を記録した。2017年は AQ モンゴメリービスケッツでプレーし、127試合に出場して打率。284、7本塁打。 56打点、20盗塁を記録した。2018年は、メジャーのスプリングトレーニングに招待された。シーズンでは、トリプル A 級ダーラムブルズでプレーした。シーズン終了後、アリゾナフォールリーグのピオリア・ハベリーナズでプレーした。11月20日には40人枠に登録された。2019年7月31日に、 ジェイコブ・ロペストのトレードでサンフランシスコ・ジャイアンツに移籍した。移籍後は参加のトリプル A 級サクラメントリバー・キャッツでプレーしたが打率165、1本類だ、4打点と不審だった。2020年はジャイアンツの開幕ロースターに名を連ね、開幕戦となった7月23日のロサンゼルス・ドジャース戦でメジャーデビュー6番右翼手で 先発出場し、4打数無安打だ,だった。8月20日に DF となり、27日にマイナー契約となった。ありがとうございます。